タップダンス、タップダンスはモダンダンスの一つ。タップスと呼ばれる金属板を靴底のつま先とかかとにつけて床を踏み鳴らしながら踊る。現在ではタップダンスも多様化しておりリズムタップやミュージカルタップなどのスタイルがある。リズムタップはビートを重視しステップによって音楽を作り出していくスタイルである。ミュージカルタップは ブロードウェイミュージカルに見られるようにタップだけではなく、体全体の動きも重視し、曲に合わせて踊っていくスタイルである。タップの神様と呼ばれたビルボージャングルロビンソンの誕生日にちなみ、毎年5月25日はナショナルタップダンスデーとなっている。元来はアメリカ南部の黒人のダンス発祥である。ヨーロッパやアフリカからアメリカへ移住してきたイミニア。 奴隷たちの伝統的な打楽器ダンス、スペインのフラメンコ、アフリカの民族ダンス、イングランドのクロックダンス、そしてアイルランドのジグダンスなどに部分的な起源が見られる。18世紀アメリカが衆国サウスカロライナ州の黒人奴隷の労働後のダンスでドラムが打ち鳴らされていたが、1739年にサウスカロライナ州で暴動が発生し、 白人が黒人の集まる場でのドラムを禁止し、ドラムの代わりに足を踏み鳴らし音を出したことにも、その起源が見られる。19世紀のニューヨークのスラム街ファイブポインツでは、アイルランドからの移民と黒人奴隷の子孫たちがダンスバトルを行い、ヨーロッパのダンスとアフリカのダンスの融合が進み、タップダンスの発展に貢献した。 タップダンスという故障が記録されている最古の文献は1903年のものである。20世紀にアメリカの映画や音楽と共に世界に広がった。メディアを再生するタップダンス、日本にてタップシューズタップダンスの起源は英国のランカシャー州やアイルランドにあるとも言われている。写真はアイルランドのステップダンス、サミー・デイビス・ジュニアなど、ありがとうございます。